いや、ハローニャンポス、どうも炭酸のお兄ちゃんです。本日はですね、またまたリクエストをいただいた、アニメのキャラクターのセリフをスペイン語に直してみた、今第何弾なんだちょっと忘れちゃったんだけど、まあ、とりあえずマドマギ、前回はさやかちゃんと、キューベのセリフだったんですけど、今回はね、マミさん、トモエマミさんの、セリフをちょっとスペイン語に直していきます。トモエマミさん、まあ、家族をね、事故で失い、孤独に戦う魔法少女、マドカたちの中学校の先輩で、中学生なんだあのスタイルっていうね、金髪のドリルヘアが特徴、ドリルヘア、まあ縦ロールですね、まあ、ドリル、まあドリル、武器はマスケット銃ね、ティロフィナーレっていうのがね、なんかすごい印象深いですよね。てかこう、マドマギの中でそういう必殺技、まあ、カメハメハみたいな、そういうなんか叫ぶ必殺技あるのって、マミさんだけだよね。だからかっこいいんだよね。あの、劇場版のそのホムラさんの中めちゃくちゃ面白かったですね。そしてなんといっても、多分窓マギに火つけたのは多分3話からだと、思うんですよ俺は。なのでその第3話で壮絶な戦死をしたマミさん、まあ俗に言うマミルをというあの造語も作ったこのマミさんのセリフを今回、ちょっと3つばかしやっていきたいと思います。もしもね、なんかこう分かりづらいとか、もうちょっとこうした方が、分かりやすいんじゃないですかって言っていうのがあったら、ぜひぜひコメントください。そういうのをね、いただかないと、ちょっと俺一人だけでやってるんで、あまりそういう客観的に見れないとこもあるので、ぜひぜひ、辛辣なコメントも、全然 OK です。では行きましょう。まずはね、もう何も怖くない、もう何も怖くない、まあ、とりあえずこう恐怖をこう忘れるこの瞬間のこの短くてとてもいいセリフなので、ちょっとピックアップしました。今回はね、どういうセリフがいいかっていうの、マミさんっていうのだけちょっとリクエストいただいてるので、ちょっと俺が選ばさせていただいてますね。はい、では、スペイン語に直すとこうなります。ジャノレテンゴミエドアナダ、シンプルでとてもいいセリフですね。ジャノレテンゴミエドアナダ、もう何も怖くない。じゃあ、前回同様、ちょっと Google 先生にもね、発音していただいて、ちょっと俺の発音がね、悪かったり聞きづらかったりするので、Google 先生の方にもちょっと聞いてみましょう。じゃあ、ノレテンゴミエドアナダ。もう一回。じゃあ、ノレテンゴミエドアナダ。じゃあ、ノレテンゴミエドアナダ。ですね。じゃあ、一つずつちょっと解説していきましょう。もう何も怖くない。ジャノレテンゴは、彼は持っている。直訳するとね。なので、ここだと、その続きである、ミエドはナダ、怖くない。ジャノレテンゴ。なんで、怖くない。彼は何も持っている。のところを、もう何もと変換させていただきます。だから、ジャノレテンゴはもう何も。何が？ミエドアナダ、何も怖くない、もうのとこに入りますね。このジャノレテンゴ、ちょっと長いですけど、ここだけで、もうと、略しますね。ジャノレテンゴアナダ、何も、ミエドアナダ、何も怖くない。はい、では続いて2つ目ですね。未来の後輩にあまりかっこ悪いとこを見せられないものね、ということで、スペイン語に直すとこうなります。若干長めですね。パラフォトゥロスジュニアス、ノプエデス、デモストラケエスタンフェオ。パラフォトゥロス、ジュニアス、ノプエデス、デモストラケエスタンフェオ。では、グーグル先生に、発音していただきましょう。パラフォトゥロス、ジュニアス、ノプエデス、デモストラケエスタンフェオ。はい、もう一回。パラフォトゥロス、ジュニアス、ノプエデス、デモストラケエスタンフェオ。はい、これで、まあ未来の後輩にあまり格好悪いとこを見せられないものねとなります。では一つ一つ解説していきましょう。ポイントポイントでね、パラは何々のために、パラ何々のために、後輩のためにってことですね。でフォトゥロスは先物、まああまりね、こうスペイン語にね、先輩とか後輩とかっていう言葉がないんですね。まあ俺が知らないだけで、しかも調べてみたんですけど、先輩とか後輩とかないので、まあ、でジュニアーズはジュニア、まあだから後輩という意味として、使いますね。ここはもしかしたら俺のこれが若干違うかもしれないですけど、そこはごめんなさい。ちょっと調べてもあまりいい言葉が見つかりませんでした。なので、ここだとパラフォトゥロスジュニア、未来の後輩に
まあだから先物が未来ってことですね。先物が未来で、未来の後輩のジュニアスのためパラってことになります。ちょっと難しいですね、ここはごちゃごちゃしてて。まあその直訳していくとあまり意味はこううまくなんないんですけどね。はい、ここはちょっとそこら辺、まあ難しいですけど、ここはそんな感じで覚えてください。パラフトゥロスジュニアス、未来の後輩に。でノプエレスはできないって言うんですね。ノプエレス、プエレスはできるなので、ノプエレスはできない。デモストラル、見せる。デモストラルは見せるですね。相手に見せるという、スペイン語になりますね。デモストラル。で、ケエスタンフェオは、かっこ悪いとか、まあ、不格好。まあ、見にくいと、まあ、すごい意味、強い意味に言ってしまうとね。だから、できない。何を見せることを。かっこ悪いとこを見せることができない。後ろからね、タンタンタンと、意味がこう、つながっていきますね。ここは、とてもいい、わかりやすい文となっております。すごいね。後ろからこう、フェオ、かっこ悪い。でもさら見せることができない。未来の後輩のためにとなってます。ちょっと長めですけどね。パラフォトゥロス、ジュニアス、ノプエデス。デモストラ、ケエスタンフェオ。未来の後輩にあまりかっこ悪いとこを見せられないものね。ということで、めちゃめちゃ好きなセリフですね。あ、先輩だから頑張んなきゃっていうね、マミさんのね、その覚悟というか、まあ、かっこ悪いとこは見せられねえ。先輩として、かっこいいですね。そして三つ目、ラストですね。女の子をせかす男子は嫌われるぞ。僕としては、早ければ早いほどいいんだけど。ダメよ。女の子をせかす男子は嫌われるぞ。どこで言ったんですかね。はい。で、スペイン語に直すとこうなります。El chico que apresura a la chica no les agradará. 難しい。もう一回。El chico que apresura a la chica no les agradará. 難しいですね。Google 先生にちょっと発音させていただきましょう。最後のね、ちょっとね、不安ですね、これ。El chico que apresura a la chica no les agradará. No se agradará.はい、いかがだったでしょうか。女の子をせかす男子は嫌われる。で、一つ一つじゃあ解説していきましょう。エルチコは男子っていうんですね。ケ、何、何、ケは何っていうんですね。アプレスラはせかすとか、急がせるとか、走らせるっていうんですね。まあ、だからここだとせかすっていうんになります。アラ、チカ、女子を。チカは女子って意味なんで、まあ、そのつなぎですね。アラは。ノはノですね。レス。これもつなぎ文です。レス。ノレスアグラダル。気に入らないって意味ですね。アラグラダルは気に入らないって意味です。ちょっと発音しにくいですけどね。ここはアラグラダル。発音しにくいです。ということで、エルチコケアプレスーラ。そうですね。後ろからちょっといきますね。なので、エルチコケアプレスーラ。そう。上からちょっと直訳すると、まあ、男子はせかす。誰を、女子を気に入らない。直訳するとね。ただこれで、一応女の子をせかす男子は嫌われるぞ、となっております。ここはちょっと、ここもちょっとなんか文章がこう、散らばってる感じがちょっとしますね、これは。その前の、あまりかっこ悪いとこを見せられないものね、みたいな感じで、ちょっと綺麗な文ではないかもしれませんね。まあ、俺流にちょっとだけ変えてあるんでね、これは。まあ、これのこの方が意味がいいんじゃないかなと思って、ちょっと変えてありますね。まあ、エチコケプレスア。せかす男子は、せかす、エチコ、男子だよね。エチコケ。男子は、せかす、何を、女子を。ノレスアグレ、アグラダ。気に入らないですね。まあ、ちょっと難しいですね。はい、以上ですね。よかったらね、次のやつも、てか、次のやつか、次のやつはリクエストいただいてますね。次はね、日常。漫画原作のギャグの、ギャグアニメのね、日常。漢字で、ね、日常って書くね。あれの、まあちょっとセリフを、まあリクエストいただいたんですけど、ちょっと造語とかが、なかなか多いので、もしかしたらできるやつとできないやつが、結構出てくるかもしれないんですけど、まあリクエストいただいた以上、やらせていただきます。まあちょっとね、長く、
またかかってしまうかもしれませんけど、そこはご了承ください。ではね、次回も楽しみに。そしてよかったらチャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。ではバイバイ。